課題の大衆長陽は兵を出し呂布を助けんとしたが部下の楊州に殺された。長陽は死んだが未だ北には袁紹がおり、東には劉備を長州がおる。可否の城もまだ攻め落とせぬ。わしは一旦京都へ戻り休みたいと思うが、そちたちはどう思うか。上将、それはいかがなものかと。呂布は負けが続け気力なえております。軍を率いる将が衰えれば士気も衰えます。呂布の気力はいまだ回復せず、陳宮の作戦も定まっておりません。今直ちに可否の城を攻めれば呂布を捕らえられます。一計がある。これなら可否は落ちます。20万の兵より勝る。その計とは、止水の水を切って可否に落とすのでは。その通りです。水か。将軍、水が南北両門を越えました。将軍、将軍、東門を除いては全ての門が水に浸かりました。わしには関戸場がある。姑息な水攻めなぞ恐れることはないわな。就職に溺れているうちこんなにやつれていたとは。あなた、限り酒は飲まんぞ。誰か、わしの命を伝えよ。本日より城内にて酒飲む者あらば斬る。はっ。あれ、向こうに何人か行け。ここはもっと固めよ。よいな。東大、わしの命令だ。今日から城で酒を飲む者は切れ。
将軍。将軍。そちら、城壁固めも手伝わず、ここで何をしている？実は盗まれた馬を無事取り戻しまして。そうか。よかったな。よかった。これも呂布様のご意向のおかげです。それで一席を設け、みんなで馬が帰ってきたのを祝おうと思い。酒を飲む気か。禁酒の命令を出したばかりなのに酒宴を開くとはな。お前も曹操と同じにわしに逆らうか。禁酒の命令。誰か首をはねい。はっ。将軍、お許しください。よかろう。今日だけは許してやろう。無知百回にしてやる。将軍、敵を前に部下を罰する時ではありません。敵を前にしながら酒宴は良いのか。